皆さんこんにちは。2021年8月12日木曜日でございます。夕方5時になりました。ラジオの中の会社スカイロケットカンパニーと申します。私マンボウヤシロと申します。今日も、東京都で新たにですね、コロナの感染者4989人、約5000人ということでございます。番組の始まる時間帯がですね、都の発表のすぐ後ということですので、一応ご報告させていただいております。気になってる方も多いと思いますので、発表させていただきました。今日は4989人ということでございます。少し数字ここから変わるかもしれません。そんな中ですね、明日からお休みの方も多いんじゃないんでしょうか。今日木曜日で明日金曜日ですけども、13日ということで、今週末お盆です。地域によってお盆もですね、ちょっと日程ずれたりとかっていうところもあるという話を数年前に聞きました。12日からというところと13日からというところだったりとか様々らしいですが、会社によっては明日からお休みの方が多いんじゃないかなと思います。今年はドンピシャで週末に重なりましたので、今日からもう移動してる方もいるかもしれません。帰省の自粛が呼びかけられておりますが、去年我慢して、会えなかった人たちの、本当にこう、あんまり、シビアな話はしたくありませんが、1年2年会えないとですね、中には、環境が変わってしまって亡くなってしまう方もいるかもしれませんし、何をもって不要不急かというところも難しい判断だと思います。皆さん、本来電車で帰るところをレンタカー借りたりとか PCR 検査したりとか、帰る方も気にかけながら、帰ってる方もいると思いますし、今年は断念して、家で過ごそうという方もいるかもしれません。様々だと思いますが、そんな中今週ラストのスカイロケットカンパニーはですね、3時間もういろいろあるけども盛り上がっていこうということで、リスナーの皆さんのカラオケをガンガン聞きながらですね、電話つなぎながら、キリン一番絞りの7時台の木曜日のコーナーで一番カラオケというのをずっとやらせてもらってるんですよ。でもそれの拡大版でございます。キリンさんからも OK いただきまして、今日は盛り上がっていこうということで、一人でも多く電話つないでいきたいんですけども、数に限りがありますので、せめて電話つなげない方々もですね、一緒に口ずさみながら放送を楽しんでいただきたい。なかなかカラオケも行けないと思いますので、カラオケ気分で楽しんでいただきたいということで、今日の一曲目どうしようかってみんなで話し合ったんですけども、まあ長い期間カラオケトップ10の上位にずっと入っているあの名曲からいけば口ずさめる方も多いんじゃないかということで、ここからスタート。来ました。一曲目、モンパチでございます。小さな恋の歌でございます。口ずさめた人も多いんじゃないかなと思います。行きましょう。それでは本部長、そろそろ会議のお時間です。皆さん、今日一日お疲れ様でした。今日良かった人も、悪かった人も、明日を良い日にするために、アフター会議を始めよう。スカイロケットカンパニー。東京 FM より生放送、明日への呪しを上げるラジオの中の会社スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ、ということで今日は途中で交通情報も入りますけども、高速道路など下りはどういった感じになるのでしょうかというところもありますし、もう夕方でお仕事終わって今日から移動する方もいると思いますが、西日本を中心にですね、激しい雨が、もう降り始めております。今日も移動する途中で雨が降り始めて傘持ってきましたけども、東京もこれから、長めの雨が降るという予報になっておりますし、実家に帰る地域の方々なんかも雨によって中止にしてる方もいるんじゃないかなと思います。九州地方、熊本も、去年ですかね、熊本、一昨年かな、夏、いろいろね、本当に雨で大変で、うちでもスポンサーさんに入ってもらっているところもね、白竹シロさんのところも大変なことでしたし、またやはり熊本の方、九州の方、それから今回はまた中国地方なんかも強く降る可能性がありますし、関西なんかも気をつけなきゃなということですけども、熱海も、まだまだ、被害からですね戻ってない状況で、この長雨が降るかもしれませんし、
ちょっとこの雨もですね、このお盆と完全に重なったということで、皆さんお休みだったりして家にいる機会が多い方もいるかもしれませんけども、ちょっと気をつけていかなきゃいけない雨かなという感じがいたします。さあ、そんな中ですね、先ほども言いましたけども、今日は3時間もう本当にいろいろありますが、盛り上がっていけたらなと思っております。ラジオの前の皆さん、なかなか遊びに行けない方々がですね、ラジオを通して夏休みをちょっとでも一緒に盛り上がれたらなという気持ちでございます。ということで、8時までどんな放送でしょうか。5時台は小池歌える、本日は懐かしいリクエストをお届けします。6時台はキリン一番搾りで乾杯、そしてスカロケ移住推進部堀口部長の登場です。移住先としての福岡県をご紹介します。さらにはソニーソンポプレゼンツマイドライブメモリー、リスナーのあなたからいただいたドライブにまつわるエピソードと思い出の一曲を朗読で彩ります。ラストの7時台はスカロケ一番搾り一番カラオケ、こちらリスナーさんと電話をつなぎアカペラで一番を歌い切れるかどうかにチャレンジするコーナーですが、今日はスペシャルですね、3時間。はい、ということでスカロケ一番搾り一番カラオケから派生して3時間やらせていただくという感じになっております。さあ、ということでまずはこちらから、スカイロケットカンパニー社員実態調査。毎日働く皆さんの実態を調査するアンケートを実施、そして今回実施したアンケートはこちら。寝るときにエアコンつけていますか。選択肢はつけてる、消す、タイマー設定、エアコンを持っていないの4つでございます。暑くて寝苦しい夜も多いですが、皆さんの寝るときのエアコン事情どんな感じでしょうか。最近だと夜も28度超えてたりすることが多いですし、朝もう4時台5時には日が昇ってきてですね、ぐっと気温も上がって、6時ぐらいには30度近くなってる時なんかも場所によっては多いですので、ちょっと体調のこと体のことを考えると多少エアコンつけてもいいという、僕たちがちっちゃい時はエアコンつけて寝ると風邪ひくとかですね、電気代がもったいないということだったんですけども、ここ 2,3 年ぐらいはですね、なるべくつけて体調管理をした方がいいんじゃないかという方向になっておりますので、数字も大きく動いてるんじゃないかなと思っております。一体どんな結果になったのか、アンケート結果がこちら。寝る時にエアコンつけていますか。つけてる 58%、消す 14%、 タイマー設定 23%、 エアコンを持っていない 5%。 つけてる方がなんと全体の6割です。4択の中での6割ということで、かなり高い数字だと思います。エアコンを持っていないという方が 5% です。タイマー設定、寝る時だけ1時間2時間だけつけてますよという方が 23% ぐらいですね。そして消すという方が 14%。 もちろん住んでいる場所だったりとかですね、お家の、その環境だったりとか、そういうことによってこれ関わってくる数字変わってくるんじゃないかなとは思いますけども、まあでも多いですね。おそらく本当にこれが10年前にアンケート取ったら 50% 超えてないだろうなと思います。男性でつけてる方がですね 55%、 女性で 61%、 女性の方がつけてる方が多いという結果になりました。10代、寝るときエアコンつけてますか。つけてる 63%、 タイマー設定 37%。 これがですね、エアコン持ってない、タイマー、消すって方がゼロなんです。10代は19歳以下、はい、ってことはもう 100% アンケートに答えてくださってる方はつけた状態で寝始めてるっていうことですね。20代つけてる 53%、 ちょっと減りますね。タイマー設定が逆に 30%、 一番多いかもしれません。20代はタイマーでコントロールしてるということでございます。30代つけてる方多いです、 65%。40代つけてる方 61%、 50代で 55%、 60歳以上で 41%、 60歳以上の方で消すって方が、60歳以上で寝るときエアコンつけていますか、消す 42%。 数字が高いです。全体で消すと答えた方が 14% に対して3倍の数字です。
大丈夫ですか、あの熱中症だけ本当に屋内でもここ数年多いですので、60歳以上の方も気をつけてください。ただ、まあ、今まで過ごしてきて経験値もあって慣れてるということだと思うんですけども、今までの経験を無視するような暑さが続くことも今はありますので、本当にお体の方気をつけていただけたらなと思います。ただ、タイマー設定も含めてつけてると答えた方足していくとですね、かなり多くの方が3分の2前後の方々がエアコンをつけて各世代寝ているということでございます。面白い結果になりました、細かい数字気になった方は番組のサイト、それから無料でダウンロードできるアプリからご覧ください。さあということでいきましょう。より良い明日にするため本日の議題はこちら、一番カラオケスペシャル案件、あなたの歌声を聞かせて。今日はリスナー社員がアカペラで歌う歌の一番だけを歌う、毎週木曜日7時台恒例のコーナー一番カラオケ、こちらを3時間通してお届けします。なぜ歌いたいのか、どんな思いを込めて歌いたいのか、歌いたいアーティストとその曲名を一緒に線形図場に書き込んでください。たくさんのエントリーお待ちしています。そして電話番号が必要です。電話番号の登録もお忘れなく。はい、初めて聞いてくださってる方、それから最近聞いてくださってる方、一番カラオケ、あ、ごめんなさい、7時台あんま聞けてないんですって方もいるかもしれません。どんな感じでしょうか、はい、ルールは一番カラオケと同じです、はい、こちらで一番を歌い切れるかどうかにチャレンジしていただきます。はい、それが一番カラオケの、まあ、一応ルールというかですね、あの設定でございますので、はい、あまりにひどい場合は鐘の音で強制終了ということもあります。過去一度もないので安心していただきたいんですけども、強制終了になろうがなる前が出ていただいた方には Amazon ギフト券3000円分をプレゼントします。それでは早速いきましょう。歌っていただくのは誰でしょうか。いきますよ、もうつなぎます。もしもし、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 こんにちは、こんばんは。こんばんは。スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。ラジオネーム教えてください。ライオンマンと申します。来ました、ライオンマン。ライオンマンさんだ。お久しぶりです。 お久しぶりです。ライオンマンさんが一番カラオケ出てくれたのいつぐらいでしたっけ。あれは4月の上旬ですね。今年の4月。そうですね、はい、今年の4月に出ていただいて、いや歌めっちゃうまいじゃないですかなんていろいろ話をしていたんですが、後日ね連絡をいただきまして、番組の方に、はい、なんと CD デビュー、 CD って言い方でいいのかしら、配信、そうですね、配信、デジタル配信のみにはなってるんですけど、はい、ですね、歌手デビューですよね。歌手デビューですね、はい。その4月に電話した時って、はい、歌手でした？いや、まだ準備期間というか、まだ計画を練ってる最中っていう感じでした。はいはい、もうその時すでに、でも歌手としてやっていきたいなって気持ちはあったってことですよね。そうですね、はい。結構一番カラオケ上手い方多くて、もちろん多いですね、多いんですよね。過去に歌やってた方もいれば、今現役で例えばライブハウスで歌ったりもしてるって方もいれば、はい、人に教えてたりとかって方もいれば、もちろん普通に生活しててカラオケが歌いたいだけで出てくれる方も半分以上いらっしゃるんですけども、はい、そんな中でやっぱライオンマンね、今となっちゃ当たり前なんだけども上手かったですもん。ありがとうございます。で今日は1人目につながしてもらって、はい、もうプロになってるのにアカペラで歌ってくれるってことですか。いや、もう全然僕なんかでよければ、いやいやいや、何曲でも、はい、いいんすか。で全然問題ない、はい、はい、前回4月の時に、はい、森山直太朗さんの桜、そうですね、はい、でしたっけ。そうです、桜歌いました。ちょっと全部じゃなくてもいいんで、桜もう一回サビちょっといいっすか。あ、桜ですか。じゃあサビ歌います。サビいいっすか。はい、すいませんね、プロの方に。それじゃあちょっとライオンマンさんで急遽でございますけども、前回4月に歌っていただきました桜、お願いします。桜
桜今咲き誇る切なに散りゆく定めとして三月パートのよう旅立ち時に変わるのその思いを今うまっ。いやー慣れないですいやだけどやっぱり歌声聞いてさらにいろいろ思い出したというか、うん、なんですか、はい、あのこの歌を男性の方であまり力入れずに歌えるって相当うまくないですかっていう印象だったんですよ。ああ。でそんな話して、はい、いや絶対モテるなみたいな話してたのああそうでした、はい、そうでしたよね、はい、で今日は何を歌っていただけるんですか。なんか今日はスタッフさんから、うん、あのお許しをいただいて僕あの以前にファーストシングルをスカロケさんで流していただいたんですけど、はい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 、はい、で実はそれからあの毎月1曲配信をしてるんですね。あそうなんだ、はいはい、で今がそのセカンドシングルを出したタイミングだったんでセカンドシングルを歌わせていただいたらなと思ったんです。いやいいじゃないですか、セカンド歌ってください。それをアカペラで歌っていただけるといい、あアカペラで一番歌います。すいませんね、はい、出たばかりの楽曲をプロの方にないですよねえ、アマゾンギフト券もプレゼントするのかしら。そのプレゼントもどうなんだろうっていう気がする。どうなんですかね。いやね、全然ご本人が良ければあれなんですけど、はい、逆に失礼にならなければ。うん、いやいや、あのもらえるものはもらえます。じゃあ送らせていただきますということで。ありがとうございます。なんていう楽曲でしたでしょうか。シーナという曲です、ね。シーナ、これはどういった曲ですか。シーナ。あんまり耳なじみのない言葉だと思うんですけど、はい、あの実らずに枯れてしまった果実のことを指す言葉なんです。実らずに枯れてしまった果実、そうです、果物のことなんですけど、はい、まあ、それと片思いをこうちょっとリンクさせて、まあ、ちょっと切ない片思いの曲っていう感じです。切ない片思いの楽曲、ありがとうございます。はい、いっちゃっていいですか。はい、お願いします。もう今日は3時間やるのの一発目、もうふさわしいです。ライオンマンさんが歌ってくれるってことだからよろしくお願いしますね。あ、はい、よろしくお願いします。それでは行きましょう。ラジオネームライオンマンさん、もう今日のトップバッターふさわしいでございます。プロのアーティストさんでございます。ご自身の楽曲出たばかりのセカンドになります。シーナ、どうぞ。ため息一つ吐いたまま僕の時は止まったまま歪んで今朝の微熱は染み出た恋のしずく経過して蒸気は膨らむ今から君の胸に落ちてずっと深くて溺れてたい光が届かなくて苦しくてずっとここからあなたを見つめるだけ。もうこれに書いてあってて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 んてんてんももうちょっと意味合いが違ってくんだけどありがとうございます。いやー素敵な歌声で歌詞で一番カラオケ一応ルール上僕は挟めるところで合いの手入れようと思ってんだけど、はいはいはい、初めて聞いたから合いの手の入れようもなかったし入れちゃいけないって思った素直に、うん、あ、すいません、ありがとうございます、はい、
どうすか、このスカロケで改めて数ヶ月ぶりにですね、前回出た時は人の歌でしたけども、今回ご自身の配信されてる楽曲、リリースされた楽曲を歌うっていうのはどんな気持ちなんですか、これ。今日も電話いただいた時に、なんだこの知らない番号はと思って恐る恐る出たんですけど。はい。はい。で、東京 FM の方だったんで、もうなんていうんですかね。また宣伝させていただいてもよろしいのかっていう感じなんですよ。なるほど。前とはやっぱ全然意味合い違いますね。今回は宣伝してもよろしいんですかに変わったっていう。そうですね。はい、プロだからもう。はい。そうなんですよ。もう大事なプロモーション活動の一環になってます。プロモーションの一つに使ってください。ぜひ。いいね、本当に申し訳ないです。いえいえ、はい。もう最後になりますけども、リスナーの皆さんに何か言うことがあれば、お願いします。はい、一番最初の1万カラオケの時から、2回目の、僕の、ファーストシングルが流れた時もそうなんですけど、ずっと応援してくださってる方が、いらっしゃいまして、本当に力になってます。これからもよろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。そしてスカロケ的にもライオンマンさん、これからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。さあ、お聴きいただいているのが先ほどライオンマンさんが歌ってくれた、アカペラで歌ってくれたシーナでございます。その楽曲をかけさせていただいております。本来一番絞りやるときはですね、リスナーの皆さんが歌った後にその歌ってくれた歌を、原曲を流すのはなしにしようっていうルールでやってるんですけども、ご本人プロの方ですので、ここはプロモーションも兼ねてかけさせていただいておりますし、やっぱりこう改めて2回目ですけど、素敵な歌だなというふうに感じます。気になった方はですね、チェックしていただけたらなと思います。ライオンマン、カタカナでいいですね。カタカナで、英語失礼いたしました、英語でライオンマンでございます。ぜひチェックしていただけたらなと思います。本日の議題、一番カラオケスペシャル案件、あなたの歌声を聞かせて。メッセージはスカイロケットカンパニーの公式シェインアプリ、またはウェブサイトの書き込み、お待ちしています。シェインアプリは無料でダウンロードできますので、この番組今日初めて聞いていますというあなたからもエントリー、メッセージお待ちしています。スカイロケットカンパニー、キリンビールからのお知らせです。大ヒット中のキリン渾身のクラフトビール、スプリングバレー芳醇496、あなたはもうお試しになりましたか。麦芽はキリンラガービールの 1.5 倍、ホップは4種類を使用、そして香りを引き出すため7日間もじっくり漬け込みます。芳醇なのに綺麗な後味、きめ細やかなふわとろの泡と口に広がる麦の旨味と、いろいろ伝えたいことはありますが、実は私も大好きで最近よく飲んでいるんですよ。コクがあって深い味わいなのに、後味すっきりなところが気に入っています。本当に美味しくておすすめですよ。私は燻製生ハムが大好物なんですが、このスプリングバレーのお供にしています。燻製生ハムの豊かな香りと絶妙な塩味、スプリングバレーと組み合わせるとそれぞれの美味しさを引き立て合って、まさに至福のひとときです。皆さんにもぜひこの感動の美味しさを味わっていただきたいということで、抽選で3000名様にキリンスプリングバレー芳醇496が当たるプレゼントキャンペーンを実施しています。詳しくは全国パーソナリティ、これが私のこだわりリレーのサイトに掲載していますので、ご覧になってみてください。飲酒は二十歳になってから。スカイロケットカンパニー、小池屋歌エール、日本のじゃがいもは美味しい、日本のポテトチップスの老舗小池屋の提供でお送りします。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。ここからの時間は小池屋歌える。夕方5時台、ちょっと疲れが見えてくるこの時間、
このコーナーでは曜日ごとの選曲テーマで働くあなたに音楽でエールを届けます。木曜日は懐かしい。リスナーの皆さんが子供時代や青春時代によく聞いたちょっと懐かしい日本の曲を紹介していきます。今日紹介するのは東京都51歳女性コツコツサクサクさん、コツコツサクサクさんからの懐かしいリクエストです。専門学校の学生だった私は普段の焼肉レストランのバイトに加え夏休みだけのバイトと掛け持ちで働いていました。まだ開店していない商店街に毎朝なぜかプリプリの世界で一番暑い夏が延々と流れ続けていました。40日くらいある夏休みにバイトの休日は3日、働きましたね。まだ時給500円台でしたが一月で10万円以上稼ぎました。時給500円台の時代、私にとってあの夏は本当に暑い暑い夏でした。この曲を聴くとシャッターの閉まった商店街とあの暑い夏を思い出します。焼肉レストランという響きがもうなんとなく懐かしいなって気がしますけども、ね、確かに僕が小さい時もこの楽曲夏かかりまくってました。行きましょう。懐かしいでございます、僕的にも。ということでラジオネームコツコツサクサクさんからのリクエストになります。プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏、プリンセスプリンセスの2枚目および8枚目のシングル、2枚目で出てその後にヒットして8枚目でもう一回出したってことなのかしら。なるほど。オリジナル版は1987年の、7月16日発売、平成版という言い方になっております。1989年7月1日に発売になっております。最初の発売時はバンド自体の知名度がまだ低くシングルチャートにチャートインしなかったが、その後のブレイクで2年後にシングル CD として再発売されたという、レコーディングもし直されたということでございます。カセットテープで聞いておりました。ありがとうございます。皆様からの懐かしいソングリクエストお待ちしています。応募はスカルケのホームページから歌える特設サイトにアクセスしてください。採用された方には小池やお菓子の詰め合わせをプレゼントします。またこのコーナーの選曲プレイリストは Spotify で公開しています。 Spotify を立ち上げて小池屋で検索してみてください。スカイロケットカンパニー小池屋歌エール、日本のジャガイモは美味しい、日本のポテトチップスの老舗小池屋の提供でお送りしました。Rocket Company。 東京 FM スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ今日は一番カラオケスペシャル案件、あなたの歌声を聞かせてでございます。早速本日2人目いきたいと思います。歌っていただくのは誰でしょうか。もしもし、もしもし、こんばんは。こんばんは。スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。ラジオネーム教えてください。はい、いつでもエミオです。いつでもエミオさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、ずっとですね、昨年から、木曜日に一番カラオケということで、キリンさんのコーナーでやらせていただいているこのコーナーでございますけども、うん、今日は拡大版ということでございまして、はい、このコーナーそもそも知ってましたか？あ、知ってます、もちろん。聞いてます。過去出てくれた方、歌うまい方も多いじゃないですか。はい。いつか出たいなと思ってくださってました？いや歌あまりうまくないので、はい、別に出たいなと思ってなかったんですけど、はい、でもまあちょっとなんか記念に出たいなみたいな、その思い出にしようと思って。夏ね、夏なかなか遊びに行く機会少なくなってますしね。ないので、はい。そしてやっぱりカラオケに行く機会もなかなか減ってると思いますので、そうですね、ぜひストレスを発散しながら思い出を作っていただきたいというための今日3時間でございます。はい、はい、ありがとうございます。今日はお仕事でしたか？今日はそう、仕事で夜勤が終わってちょっと仮眠をしたところです。朝昼ぐらいまでお仕事でしたか？そうですね、9時過ぎぐらいまで仕事して、はい、終わって
って帰ってきて紙にして、すごい悩んで、じゃあ応募しようと思って応募しました。これ夕方5時の放送直前に書き込んでくれてますもんね。そうです、結構ずっと悩んでて、はい、なんか最近ちょっと結構読んでもらってる11歳のさーちゃんに背中を押されて。え、11歳のさーちゃん。そうです、あのリビングに2段ベッド持ってきた、はいはいはいのママさーちゃんに、そんな中のママなんですけど、はい、さーちゃんに面白いからやんねえよって言われてさーちゃんアグレッシブですね、いつでもはい、あの去年あの子供の相談のあれに出させてもらって、はいはいはい、そう、私も出たんだからママも出ろということで。そうですね、そりゃそうです、はい、もう私が普通に喋ったんだから、お母さんなんだから歌ぐらい歌ってちょうだいよと。そうです、ちょっと勇姿を見せたいと思います。でもこれに関してはそもそも上手い下手って関係ないっていう。そうですよね。そうなんですよ、なんかさっきの人がすごい上手な人だったんで、プロなんでね、ライオンマンさんも、ね、誰が始まるのと思ってちょっとすごいプレッシャーそっからなのみたいなそうなんですよ。でもエキシビジョンというか、その開会宣言みたいな感じでやっていただいたんで。はい、わ、はい、かりました。じゃあちょっと決してうまくはないので、そうです、これへぼご了承いただき。全然です、僕なんか本当に音痴なんですけども、番組で何回かアカペラで歌ってますから、うん、ね、そうですね、そうです、否定してもいいんですよ、そんなことないって言ってもいいんですけどね。いや、なかなかね、なかなかですよね。なかなか、ありがとうございます。言葉選んでいただいて。なかなかなので、とんでもございません。なかなか同士、楽しくやっていきましょう。はい、そうです、なかなか同士、はい。はい、その娘さんのさーちゃんは聞いてんすか、近くで。聞いてます、目の前にいて。夫もそばにいて、ちょっと息子だけ塾に参ってるので。あ、息子塾大変夏だけど。はい、パパ、さーちゃんさん、こんばんは。パパ、さーちゃんさん、こんばんは。こんばんは。そこでママの歌聞いててください。聞こえました。ありがとうございます。聞こえました。はい。はい、さあ、今日は何を歌っていただけるんでしょうか。今日はジュディ・マリの、オーバードライブを歌いたいと思います。イエーイ。今おいくつでしたっけ？いつでもエミヤさん。36です。36。僕45歳で結構ジュディ・マリオーバードライブドンピシャ世代なんですけども、ちょっと上の世代になりますよね。はい、そうですね。夫が、ジュディマリ好きで、はいはい、夫に教えてもらって、うん、よく弾くようになって、はい、いる感じですね。でも今 YouTube もあればサブスクもあればですね、本当に世代とかあんまり関係なしに名曲はどんどん若い人も歌い継がれてる感じがありますので、はい、オーバードライブいっちゃいましょうか、はい、これ夏ですし、はい、いっちゃいましょう、いっちゃ下手でいいんですから、はい、いいですよね、いいです、すいません、いいです、思い切ってノリノリにいっちゃいましょう、夏の記念なんで、はい、はい、夏の記念でございます、夏の記念でございます、わかりました。それではラジオネーム、いつでもエミオさんに歌っていただきましょう。歌っていただくのはジュディマリの名曲オーバードライブ、どうぞ。もっと遊んで指を鳴らして呼んでいる声がするわ、hey! 本当も嘘も興味がないのよ、かわいい、指先からすり抜けてく欲張りな笑いの絵もごちゃまぜにしたスープに溶かすから、来るよ、夜に落ちたらここにおいで、教えてあげる最高のメロディー、あなたはいつも、あなたはいつも泣いてるように笑ってた、迷いの中で傷つきやすくて地図を開いて、地図を開いて、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。心の羽はうまく回るでしょう。音に合わせて、靴を鳴らして、私だけの秘密の場所、走る雲の影を飛び越えるわ。夏の匂い追いかけて、いいですよ、あ、夢はいつまでも覚めない、歌う風のように、イエーイさあ、ちょっと邪魔をしただけの形になってしまう、いやいや、歌いやすい
ちゃって。ごめんなさい。とんでもないです。すごい可愛く歌ってくださって。いやしました。なんか手をグーにして歌ってる感じがしましたけど。はい、あのそうです。棒握って振って歌ってました。わー、可愛い感じしました。旦那さんも惚れ直し系だと思います。本当に。さあちゃんからしたらどうだったんでしょうかね。私は今、グッドっていう。グッド！さあ、娘さんからも OK が出ました。そして、ご本人、はい、いつでもエミオさん、はい、緊張しながらも歌下手だと言いながらも歌ってみていかがだったでしょうか。緊張しました。緊張しました。でももう、合格の鐘鳴りましたよ。よかったです。そして、全然下手じゃなかったです。本当ですか？はい、ねえ、師匠どうでした？可愛かったですし、元気もらいました。笑顔になりますね。聞きながら、本当。ありがとうございます。何かこう最後になりますけども、伝えたいこと言いたいことあればお願いします。言いたいことがあります。言いたいこと言ってください。はい、本部長と一緒に言いたいことがあるんですけど、はい、その去年の、娘が出た時に、あの、サインを送ってほしいって言って、送りますって言ってくれたんですけど、はい、サインが届いてないんですよ。大概そういう時書きますよ。はい、でも来てなくて、本当に。まあ私も何回も中身見ちゃったんですけど。あ、そう。やっぱりサインが入ってないんですね。何かは届きました？なんかクリアファイルが確か届いたんですよ、東京 FM の、はい。サイン、そのクリアファイルに書いてあったりとか、中にシールにサイン書いてあった。書いてないんですよ、書いてないんですよ。もうすっごい何回も見ちゃって。いや、書いた、送らないもん。だって書いたもん。もう1ヶ月おきぐらいに見ちゃって、やってないんで。書いたもんだって。確かに書いたんですが。送らないもん、書いたから。書きます、書きます。いや、書かない。もう、その何度も書かない。書きましょうよ、本部長。さあちゃんにも。こちらの不手際があったことと思います。大変申し訳ございませんでした。はい、念越しの、あの、お願いでございます。もちろんです。すいませんでした。送らせていただきます。はい、楽しみにしてます。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。原曲かけちゃいます。これもやっぱりテンション上がる楽曲ですし、ゆきちゃんのこの原曲も可愛いし好きですけども、先ほどのいつでもエミオさんの歌声も引けを取らないぐらい僕はもう可愛くてテンション上がる楽曲でした、歌声でした。本日の議題、一番カラオケスペシャル案件、あなたの歌声を聞かせて。メッセージ、スカイロケットカンパニーの公式社員アプリ、またはウェブサイトにある社内掲示板にお願いします。今日歌ってくださった方にはアマゾンギフト券3000円分をプレゼントします。あなたからのエントリーお待ちしています。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウ八代です。記者の浜崎美穂です。さあ今日はですね、一番絞りカラオケスペシャルやっておりますけども、はい、フリーメッセージも一つ紹介させてください、はい、東京都男性32歳会社員の、野宿クルー3号さんです、案件とは違いますが、この度コミュニティラジオの番組に出ることになりました。リモート収録して後日放送になるのですが、その収録が月曜日にあります。うまく喋るなんてできないと思いますが、声のトーンやスピードなど気をつけていることなどありましたらアドバイスくださいということで、これにリプくださっているコーギーモモさん含め、いらっしゃいます。ありがとうございます。どうですか、自分が喋るっていう感じじゃなくて、はい、ゲストで多分出るという形だと思いますけど、そういう時に気をつけてること、秘書が緊張しちゃうとついつい早口になりがちだったりするので。あ、なるほど、うん、そういうところのスピード感とかは、はい、うん、あえてちょっとゆっくり喋ったりとか、はいはいはい、うん、まああまり難しいこと考えずに本当に委ねるぐらいの気持ちで、いや、それでいいと思います。はいはいはい。で、仮に最悪早口になっちゃっても言ってくれると思いますんで、うん、ちょっと早口になってますよみたいな、うん、あの、全然本当に気にしなくていいんじゃないかなと思っておりますので、声のトーンも、あの、これ収録っていう風に書いてあるんで、小さくても大きくてもうまくやってくれ、まあでも小さくなりすぎない方がいいと。じゃあもうとりあえずなるべく声を出すぐらいですかね、うん、でも本当に全然気にしないで、うん、逆に楽しむぐらいでいいと思います。ありがとうございます。Welcome to Yellow City。 タイヤの品揃えならイエローハット、タイヤの取り付けならイエローハット、タイヤ
9時です。聞いてる、あなたも我が社の社員。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。時刻は6時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。今日お仕事を踏ん張れば明日からお休みという方も多いかもしれません。6時でお仕事終わった方々、お疲れ様でございます。お疲れ様です。そしてお仕事だって方もいらっしゃると思います。まだまだ飲食店の方々もですね、明日以降も、店開けてるよって方もいればですね、それから、はい、医療従事者の方はもちろんですけども、様々な職種の方がお盆関係なしに毎年働いてくださってるので、安心してですね移動したりとかですね、僕たちもご飯食べることができるということでございます。物流の方も昨日電話をつなぎましたけども、お盆関係なしに物を運んでるという、トラック運転してるよということでした。ドライバーの皆さんも本当にお疲れ様でございます。お疲れ様です。さあ、そしてですね、ここで、番組からゲストのお知らせでございます。来週木曜8月19日はゲストに井桁弘恵さんが来社されます。はい、井桁弘美さんはですね、現在弘恵さんです。あ、失礼、弘恵さんはですね、はい、現在放送中のドラマ、私が脚本を担当させていただいておりますテレビ東京系ドラマ「お耳に合いましたら」に出演中でございます。ですね、元乃木坂ですかね、伊藤真理香さんが主人公でですね、はい、漬物屋さんの、OL さんをやっておりまして、ちょっと喋るのが上手じゃないけど、ラジオ昔から好きだったし、友達のそれこそこの井桁さんに勧められてポッドキャストをするという、うん、でそのポッドキャストで、なんとこの番組と連動して氷川きよしさんのポッドキャストもですね、はい、毎週更新されておりますし、ドラマのセリフがそのまま主人公のみそのっていうんですけども、みそのの声として伊藤真理香さんの声でもポッドキャストも配信されているということなんで、いろいろ連動しております。そんな中でですね、その中心になるのがそのみそのと、それから井桁さん演じるですね有沙という同僚と、うん、そして佐々木という後輩の男の子3人なんですけども、そのうちの井桁さんがドラマの話をしに来週木曜日に来てくださるということでございます。今日の夜もちなみに放送がございます。テレ東系列でございます。第5話の放送がありますので、ぜひ見ていただけたらなと思っております。さあ、ということでここからの時間はこちら、さてこの時間は我がスカロケリスナー社員の皆さんからの今日頑張ったこと、大変だったこと、嬉しかったこと、そんなメッセージをご紹介します。スカロケからお疲れ様と言わせてください。それではどんなメッセージが届いていますか。大阪府50歳男性会社員の顔堀深優斗さん。顔堀深優斗さん、大阪から50歳の方、ありがとうございます。こんばんは。最近頑張っていることを送ります。はい、こんばんは。オリンピック開催の少し前からスケボーのパークで若い子に混じってスケボーをやり始めました。いや、すごい。50歳で、僕45歳ですけど、想像できない、怖すぎて転んでもすぐ骨折れそうで。しかし私は50歳の会社員なので、いまだに空気にも馴染めず頑張ってきましたが、そろそろやめようかなと思っています。いや、ダメダメ。ここでやめたら本当にただの変なおじさん来るんだ。こんな言い方したくないけど、せっかく大阪から聞いて投稿してくださってて、それこそやめたら変なおじさんになって、これがやっぱりあの人いつもいるよなってところから、あれちょっと上手くなってんじゃないのとか、あと誰かが、いや、あそここうしたらいいのになで交流始まるはずなんで、もうちょっと頑張ってほしくないですか。ぜひ。いやね、ここでやめてほしくないですよね。もったいないです。我々中年の希望の星ですよ。
僕もねちょっとスケボーとかちっちゃい時っていうか小学生の5、6年4年ぐらいの時に流行ってやってたことあるんですよ。でそれ以来やってないですけども今回オリンピックで見てて、うん、でもやっぱ怖くてね、いやもうちょっとやれないかなと思ってたんだけど、人生の先輩である50歳の顔堀深優斗さんがやってるって聞いてね、めちゃくちゃテンション上がってますよ。いいじゃないですか、うん、もう年齢なんかこの先関係ないですよ。どんどんやりたいと思ったことやっていただいて、足の骨折ってからやめましょう。まあできれば折らないでほしいですけど、できれば折らないでほしいんですけど、はい、せめてやめるきっかけのその一つは骨折までにしといていただきたい、はい、その気持ちの方は折れないでいただきたいという意味でございます。はい、それでは本部長、リスナー社員の顔堀深優斗さんへ向けて乾杯しましょうか。いやー、この間も舞台で大阪行く予定やったんやけど行けてないんですわ。ほんま行きたいですわ。いやー飲んでください。もういや希望ですよ。が、ま、折れないでくださいね。確かにすげー気まずいんでしょうけど、うん、おっと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 いうことで、堀深優斗さんお疲れ様です。乾杯。お聞きいただいたのは東京 FM プラネンソング、作詞作曲からアートワークまで手掛けるマルチクリエイター近藤明久、先日配信リリースした新曲でああもうでした。スカイロケットカンパニーです。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ本日の議題はですね、一番カラオケスペシャル案件、あなたの歌声を聞かせてでございます。さあ毎週木曜日にやってるコーナーの拡大版でございます、はい、もうすでに今日数人の方に歌っていただいておりますが、ラジオでアカペラで歌を歌っていただくだけ、あまりにもひどかった場合はですね強制の鐘も鳴りますが、皆さん参加してくださった方全員にアマゾンギフト券3000円分プレゼントでございます。さあ6時台1人目歌っていただけるのは誰なんでしょうか。もしもしもしもーし、あーまーちゃん、子供の声、もう子供の声聞かれちゃいました。こんばんは。こんばんは。こんばんは、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。記者の浜崎美穂です。ラジオネーム教えてください。あんこママです。あんこママさんということで、あんこちゃんのママなんでしょう。ということで。あんこママさんはおいくつでしょうか。33歳です。33歳、お家はどちらですか。埼玉です。埼玉県で、あんこママさん今日は、はい、どのようにお過ごしでしたか。ここまで今日はちょっと朝から仕事があったので、はい、夕方帰宅して今まったりしてるって感じ、はい、朝から仕事して夕方帰ってきて、はい、まあ、お買い物をしたかしら、スーパーで、はい、で夕飯の支度はこれからですか。もうちょっと手につかなかったので。手につかなかった、はい、これに出るかもしれないとなり、ちょっと冷蔵庫にあるものでとりあえずなんとかしようかなとそうですね。そしてお子様の声が聞こえてて、はい、初め一人聞こえたんですけど、もう一人、はい、何人いらっしゃいます。あ、2人です。2人、はい、はい、どういったあれですか、息子さん娘さんでいくと。上が、8歳の長男で、下が、5歳の長女です。はい、8歳の息子さんと5歳の娘さんがいらっしゃるということで、はい、お仕事帰ってきてお子さんたちの相手も世話もしながら家事なんかも気にしながらお疲れ様でございます。はい、でそんな中でね、この本当に一番カラオケに出ていただけるってことでありがとうございます。はい、どうしてこれを応募しようと思ったんですか。あ、なんか、まあ、ちょっとこの企画がやるってことで、娘にちょっと声かけてみたら歌いたいってことで言ってたので。ちょっと待ってください。はい、あんこママさんが歌うんじゃない。あ、そうですね、ちょっと子供たちが今日は歌おうかなと。なるほど、今じゃあ通訳のあんこママの状態ですね。あ、そうですね、通訳状態ですあ、なるほど。え、
息子さんも一緒に歌ってくれるんですか？そうですね、今一応その予定となってます。8歳の息子さんと5歳の娘さん、これラジオなんですけども、例えば2人に代わってもらった時に、はい、名前聞くことってありですか？あ、大丈夫です、はい、それともラジオネームでもいいですし、あ、どうします？本名じゃない方が良ければ、あだ名でもいいですけども、うん、名前でも大丈夫です。名前でも大丈夫ですか、はい、ありがとうございます、はい。じゃあ、まずはちょっと、8歳の息子さんに変わってもらってもいいですか？はい。はい。変わってます。はい、こんちゃ。こんちゃ。こんちゃ。こんにちは。マンボウって言います。秘書って言います。はい。マンボウとミホでやってますけど、うん、名前教えてください。中原大地です。フルネームありがとう。お母さんもドッキリ名字言うと思ってなかったからね。大地？うん。大地いくつ？8歳。8歳？うん。大地？うん。大地は8歳になったの？うん。あれ？今日誕生日？今月誕生日か。これなんか書き込み見たら今月誕生日なの？いつ誕生日だったの？8月3日。8月3日か。お誕生日おめでとう。おめでとう。うるさい。うるさいね、ごめんね。うん、お誕生日おめでとう。おめでとうにおめでとう返し。今日大地も歌ってくれんの？うん。大丈夫？うん。緊張してる。緊張、そうだよね。そうだよ、ラジオの生放送だからね。上手に歌えなかったらすぐ止めるからね、気をつけてね。本当に、ね、大丈夫だよ。大地は大丈夫、これぐらいのシャレはね。大丈夫。じゃあさ、妹に代わってもらってもいい？一回。うんうん、うん、ありがとう、うん。もしもーし、もしもーし、うん、うん、もしもーし、もしもーし、こんばんみー。何ってなるよね。ごめんね、お母さんがガイドしてくれてんのにありがとうね、本当に。お名前教えてください。朝日ちゃん。今日はこの後ラジオで歌声を届けてくれる、歌ってくれるってママに聞いたんですけど、本当ですか？本当です。ありがとう。どうして歌いたいんですか？ん？好きな食べ物は何ですか？我々は宇宙人です。びっくりしちゃった。よし、じゃあね、ちょっと緊張してることと思います、うん、お兄ちゃんの大地くんもね、やっぱりラジオで歌うということで緊張してるということで、もうお母さん、はい、お二人準備大丈夫ですか？あ、そうね、ちょっと緊張入ってますけどね。そうですね。それじゃあ何を歌っていただけるんでしょうか、二、はい、人は。今日はアルプス一万尺を、来た、アルプス一万尺を二人で、はい、じゃあ、はい、スマホを真ん中にして二人でちょっと大きな声で歌っていただけるってことでよろしいでしょうか？はい、はい、大丈夫です。さあ、どうですか、お母さん的に大地くんと朝日ちゃんの準備は良さそうでしょうか？大丈夫だと思います。わかりました。じゃあ行っちゃいますよ。はい、それではラジオネームあんこママさんが書き込んでくださってガイドしてくださいましたが、歌っていただけるのはですね、息子、8歳の息子の大地くん、そして5歳の娘さんの朝日ちゃんでございます。アルプス一万尺どうぞ。アルプス一万尺こやりアルペン踊りをさあ踊りましょう。はっ、ララ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 ラ
スピードが違うんだろうな、二人の。はい。はい、イエーイ。夏だー。やっぱり8歳と5歳のスピードのズレが最高でしたね。合わせようとするお兄、ゆっくり歌おうとするお兄ちゃん、早く歌おうとする妹あさしちゃん、二人の歌声がね、可愛くてしょうがない。いやー、すぐられました。大地くんに代わってください。はい。大地くん。ん？ラジオで歌ってみてどうでした？緊張したけど楽しかったです。うん。ありがとう、歌ってくれて。とっても上手でした。はい、はい、じゃあ妹のあさしちゃんに買ってください。あさしちゃん、どうでしたか、ラジオで歌ってみて。緊張したけど楽しかった。よかった、とっても上手でした。ありがとう、ありがとうね。うん、あさしちゃん好きな動物は何ですか？うさぎ。うさぎ、僕も大好きです。どうも、うさぎやしろです。マンボです。はい、お母さんに買ってください。いや、なんて可愛いことでしょうか、お母様。はい、たまらないですね。いいですね、よかったです、本当に。エンジェルですね。そうですね。いやー、もうね、日々大変だとは思いますけど。何か最後になりますけども、お母様からどうでしたか、お子さんたちの歌の感想と。そうですね、なんかやっぱり夏休み、まあ、この状況で、はい、なんかどっかに連れてってあげるっていうこともできなくて、まあ、ちょっと今月2人とも誕生日っていうのがあって、あ、はい、なんかちょっとその記念に残るようなことができたらと思ったので、すごく今日は記念に残ってよかったです。嬉しいです。この番組もそういう風に使っていただけたらなと思って今日もやってるんで、はい、あのぜひですね、今日の、あの放送を録音しといて、子供たちがですね、大きくなった時に恥ずかしめとして聞かせてあげてください。いや、でも本当に素敵でした。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。さあ、本日の議題、一番カラオケスペシャル案件、あなたの歌声を聞かせて。メッセージスカイロケットカンパニーの公式キャッシャインアプリ、またはウェブサイトにある社内掲示板にお願いします。参加してくださった方にはアマゾンギフト券3000円分をプレゼントしています。たくさんのメッセージ、エントリーお待ちしています。Skyrocket Company。 スカイロケットカンパニー、スカロケ移住推進部、福岡県の提供でお送りします。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。ここからの時間はスカロケ移住推進部。 U ターン、I ターン、J ターンなど、今移住を考えている方が増えているそうですが、この時間は地方移住についていろいろとお話を伺っていきます。お話を伺うのは、これからの地域とのつながり方を提案する雑誌ターンズプロデューサーの堀口正弘さんです。よろしくお願いします。お願いします。前回の一番カラオケスペシャルの時、堀口さん歌っていただいてますよね。歌いましたね。歌ってます。はい、どうします、今日は。どうしましょうかね。どっちでも、久しぶりに来て、いきなり歌からってすごい緊張するんですけど。移住推進部、久しぶりです。久しぶりですね。久しぶりです。歌いましょうか。そうですね、軽く軽く、はいはい、何バイク盗んだりとかしてもいいですか。あ、いいですよ。いいですか。じゃあ立ちます。座りいやいや、座りは座りでいいですか。マイクで、はいはいはい、はい、恥ずかしい。それでは、はい、あれって、タイトルで言ったら15の夜、15の夜ですね。尾崎豊さんの名曲15の夜、はい、堀口さんでございます。それではどうぞ。盗んだバイクで走り出す、行く先もわからぬまま、暗い夜の帳の中へ。ちょっと違うかな。はい、こんな感じです。あー、最高。
ちょっと緊張してダメですね。いやー、よかったです。もっと歌ってほしかったぐらいです。もっと聞きたかったですね。はい。今日はね、歌わないかなと思ったんですけども。すいません、ずずして。いやいやいや、嘘ですよ。本当にすいません。ありがとうございます。素敵な歌声。仕事しなきゃ。こうなった以上はもう残り1時間半ですけど、うん、リスナーさんもつなぐけど秘書と僕もどっちかがどっかでやっぱりね、堀口さんにも歌っていただいたんで歌わなきゃなって感じでございます。どうなるかお楽しみ。はい、さあ今週は移住先としての福岡県を紹介していただきます。堀口さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。福岡県はですね、この移住推進部でもたびたびご紹介してきましたけども、昨年はですねバリカタ福岡と題して、ターンズとこの移住推進部がコラボして、オンラインセミナーをやらせていただいたんですね。秘書にも協力いただきましたけども、で結構反響がありまして、で今年は5月からシリーズで全11回にわたってですね、毎月いろいろなテーマで福岡への移住について学ぶセミナーというのをやっています。で今日の移住推進部でも、この福岡の移住について取り上げたいんですけれども、テーマは、福岡の子育てについて考えてみたいと思います。はい、子育てでございますね。はい、今日はそんな福岡県の子育てについて、うん、株式会社フラウ代表取締役社長浜砂恵子さんにお話をですねお電話で伺いたいと思います。早速つながっているということですのでお呼びしましょう。もしもし。もしもし、浜砂でございます。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速いろいろお伺いしたいんですが。はい、どうぞ。 まずですね、浜砂さんは現在どのような活動を福岡でなされてるんでしょうか。はい、私のところは出版社でございまして、はい、29年間子育て情報誌を作り続けておりまして、はい、それまでは東京の本を買うしかなかったんですね。で福岡で子育てするために必要な情報を自分たちで作ろうということで自費出版しまして、子連れでチャッチャッチャッという子育て情報誌を作って、今10万部です。うわ、はい、で福岡小学生新聞も作ってまして、これ12万部発行してます。それと、今ちょっとコロナでできないんですけど、3つ大きなイベント、転勤族ウェルカムパーティーとかですね、はい、ファミリークリスマスイベントとか小学生新聞イベント、1000人近い、親子がやってくるというファミリーの笑顔作りのためのイベントなんかもやっております。今できないんですけど、うん、はい、はい、かなり精力的に、そしてこう、はい、反響影響も大きくやられてるなって感じですけども、確かに今お話伺って、はい、子育て本って東京の出版社がこう、はい、出して全国でってなりますけども、地域によって全然育て方変わりますもんね。そうですね、味噌の味も違うわけですし、病院の数も違うし。味噌の味から病院の数までで東京の病院しか載ってないわけですよ。赤ちゃん熱出してるのに聖路加病院とか行けるわけないじゃないですか。聖路加、そうですね、はい、だから福岡の小児科を特集したり、産婦人科を特集したり、ずっともう地域密着でやっております。なるほど、子連れでちゃちゃちゃも10万部ということでございます、はい、実際にそういう活動をなさっていて、福岡の子育て環境いかがですか。すごく良くなりました。私たちの頃はもうベビーベッド、はい、ベビーシートなんか3つぐらいしかなくって。3つしかないってどういうことですか。あの福岡県の市内のデパートの、はい、踊り場の階段の途中にあるトイレに1つとか。なるほど、売ってるのが、選択肢がそれぐらいしかなかったということですか。なかったんです。まあ29年前ですからね、はい、29年前、はい、ベビーベッド増やしてください、授乳室増やしてください、フラットなあのトイレに入れるようにしてくださいとか、もうトイレの圧力団体と間違われましてですね、はいはいはい、運動してきました。彼らが来たらシャッター閉めるようにって。それと勘違いされながらも、いろいろ要望をしながら、より良くという福岡市に、福岡県ですかね、これ全体ということで住んでる子供たちも一人ずつ、それから家の作り方だったりとか環境も全員違いますしね。そうですね、それに合ったものをということで、どんどん良くなってるわけですね。
そうですね、はい、ちょうどハートビル法が施行されて全国的に、まあ、男性用のトイレの中にも今ベビーベッド当たり前にありますけど、うん、あの当たり前を作ってきたって言っても過言ではないかなと。トイレの、はいはいはい、だん、あ、はい、確かに昔なかったです。男性の方にもなかったです、あれ。そうそう、それをもうゼロから声を上げてやってきたら、ちょうどハートビル法が施行されたんで全国的に普及していったんですけど、それまで声を上げてるお母さんがいなかったんですね。はあ。だからこれから産む人のためにも増やそうという意気込みでやってきました、はいはい、そうですね、はい、安心して産める、安心して育てるっていうことが大事だと思います、うん。堀口さんからも何かありますでしょうか。はいはい、そうですね、あの、はい、子育て環境の充実っていうことは多分支援、はい、支援制度もですね、間違いなくこう重要なポイントになると思うんですけど、具体的にはどんな制度があるんですか。はい、いろんな制度あります。出産の時の、はい、経済支援とか一人親家庭ですとか、うんうん、障害のある子どもさんのサポートとか、うん、まあ、いろんな助成制度で、福岡市ですと子ども医療費が中学生前でですと、一月あたり自己負担がワンコイン500円で済むとかですね、そういうのもあります。一つ、中学生まで、はい、子供は一月病院行ってもワンコインで済むと。そうなんです。はあ、それからそういうのもあります。いろいろありますね、はい、出産の時だったりとか、さまざまな支援があるということですね。はい、バッチリです。ありがとうございます。はい、それから福岡県にですね、ニコニコ家族づくりポータルサイトっていうのがありますので、はい、そこを見ていただくと、育免応援、働くママ応援、これ求人サイトも入ってまして、はい、さらに育児育場応援もありまして、はい、11月は家族月間キャンペーンがですね、県内で、盛大に、されるんですけれども、はいはい、あとですね、はい、あの子育て応援の店サービスっていうのがありまして、はい、福岡県内に2万店以上が登録してまして、はい、アプリにブーンって入ってくるんですけど、まあ、あのミルクサービスとか、あのお湯を出してあげるサービスとか、なるほど、もういろんなサービスがもうアプリに入ってるって、アプリに入ってて、そして2万店のお店が協力してくださってると、うん、そうです。子供が来てこちらからお願いすればお湯出してくれたりとか、ミルク作りやすい環境にしてくれたりとかと。そうです、割引サービスもある、ね、割引サービスもある。先ほどおっしゃっていただいた、検索するにはニコニコなんていうところでしたっけ。ね、福岡県ニコニコ家族づくりポータルサイトですね。福岡県ニコニコ家族づくりポータブルサイト、ポータルサイト、失礼、ポータブサイト、はい、あ、トータルサイト、そうそう、ポータル、ポータルサイト、失礼いたしました。はいはい、それと子育て応援の店、はい、うん、福岡県子育て応援の店、2つあります。わかりました、福岡県応援の店、はいはい、子育て応援の店、いろいろ調べていただけたら、さまざまなことが出てくるということですね。はい、それではですね、最後になります。ラジオを聞いている移住を考えている方や子育て中の方にメッセージをお願いします。はい、博多華丸大吉さんで、ご存知の通り、もう博多の人はラテン系で明るくて、もうウェルカムな性格なんで、安心して来ていただきたい。それと、世界ランキングで大変人気の高い福岡市、糸島市、春日市、宗像市、太宰府市、魅力のある町がいっぱい揃ってます。今の挙げた以外でも、あの魅力的な町がたくさんあって、海あり山あり、そして美味しくて安い、もうお任せください。すごい、もうなんか僕は今日お話伺ってて、やっぱりその町にですね、浜砂さんのようなこう情熱を持ってですね、子育ての環境を良くしようとかって動いてくださってる方がいるかいないかって大きな差だなって思いました。ありがとうございます。いろいろなお話、29年もやっております。え、何年ですか。29年間。はい、ちょっとお体気をつけて、もう本当にまだ大丈夫ですか。もう200歳ぐらいまで生きてですね、福岡の子育てをですね、どんどん改善していってください。はい、届けます。はい、見届けてください、本当に。今日はお忙しい中でありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。
お聞きいただいているのは我が社にも来社したことのあるエイルさんです。昨日配信リリースした新曲花のように。ここで福岡県からのお知らせです。バリカタ福岡、福岡よかとこ移住オンラインセミナーを毎月1回全11回シリーズで開催しています。4回目は8月27日金曜日18時30分スタート。本日ご出演いただいた株式会社フラウ代表取締役社長浜砂恵子さんをゲストに福岡での子育てについて学んでいきます。毎回様々なテーマでお送りしていますが、今後は9月17日金曜日福岡で農業、10月23日土曜日福岡で就職、11月19日金曜日福岡でリモートワークと続いていきます。ぜひご参加ください。申し込み、そして参加いただいた方の中から抽選で3名様に明太子をプレゼントします。来た、急に明太子来た。明太子もらえる、詳細は移住推進部のホームページをぜひチェックしてくださいね。そして全11回ということで大きく動きますね。そうですね、はい、いろんなテーマでやりますんで、自分の、はい、あの合ったテーマを探して参加していただけると嬉しいですね、はい、ありがとうございます。もうこれ大丈夫ですか、その補足というか。はい、あと、はい、毎回各あの県内の市町村の方も参加いただけるんで、はい、オンラインなんでチャットでどんどんもう今から気になることを考えておいて、どんなの質問ぶつけてほしいなと思います。わかりました、はい、堀口さん今週もありがとうございました。ありがとうございました。スカイロケットカンパニー、スカロケ移住推進部、福岡県の提供でお送りしました。スカイロケットカンパニーをお聞きの皆さん、お疲れ様です。吉田明夫です。今週のワンモーニングはユージさんが夏休み、日替わりパートナーでお送りしています。最終日となる明日のパートナーは11代目歌のお兄さんとしてもおなじみ、大輔お兄さんこと横山大輔さんです。8時40分頃からの朝の耳活では、幸せな気持ちの元となる脳内物質の一つセロトニンに注目しますよ。ワンモーニングは明日も朝6時スタートです。本部長、朝は無茶ぶりありがとうございました。スピッツのチェリーを気持ちよーく歌わせてもらいました。本部長は最近どんなことにセロトニン、小さな幸せ感じましたか？セロトニン意識して生活するようにしておりますけども、こうやって朝と夕方の番組で掛け合いさせていただいてて、今日の朝ですね、なんとこっちの無茶ぶり諦めておりました、ダメ元だったんですけども、吉田明夫さんが歌ってくださって、ちょっと朝聞けてない人も多いと思うんで、今もしよければちょっといいですか。愛してるの響きだけで強い。いや、こうやって掛け合いで無茶ぶりに答えてくれてる吉田清さん、セロトニンしか出ないでしょう。ソニーソンポプレゼンツ、マイドライブメモリー、ソニーソンポの提供でお送りします。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー、本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美穂です。ここからの時間はソニーソンポプレゼンツ、マイドライブメモリー。一人でのドライブ、好きな人とのドライブ、家族とのドライブ、ドライブはただ運転して移動するだけではありません。そこには楽しかった思い出、ドキドキした思い出、ちょっと切なかった思い出、いろんなエピソードがあるはず。このコーナーではリスナーのあなたからいただいたドライブにまつわるエピソードと思い出の一曲を、私秘書による朗読で彩ります。皆さんからいただいたドライブメモリーを浜崎監修の脚本チーム、浜崎レーシングが脚色させていただき、エッセイ風にお届けしています。浜崎レーシングという脚色チームがあるらしいです。メッセージ採用された方には浜崎レーシングオリジナルトートバッグとオリジナルステッカーをプレゼントします。はい、ここで浜崎レーシングのプチ情報をお送りする浜崎レーシングニュースです。いや、いいんですよ、ドライブメモリーすっと行けばいいんですよ。先週有益な情報のみをお届けすると約束した浜崎レーシングニュースですが、まあこの時間がいらないっていう話になったからね。有益な情報って何を言えばいいのと迷子になってしまいました。でも
お約束したので、とりあえず用意したのをやってみます。ドライブ中、トンネルに入ったら息止めがち。有益な情報ってこれで合っていますか？合ってないよ。いい加減にしなさいよ。止めちゃう人いるよ、今のやつ聞いて逆に。危ないよ、本当に。何言ってんだよ、本当に。止めないじゃないよ。止めなくていいんですよ、皆さん、トンネル入ったら。止めがちかどうかも俺わかんないです、運転してないから。それでは。はい。今週は、東京都ラジオネーム、ポムグラネイトさんのドライブメモリー。これは私が大学生の頃のドライブメモリーです。当時私は彼の車で遠出ばかりしていました。彼は大の車好き、助手席専門だった私は車って運転するの大変だし、音楽かけて歌ってるのが楽で最高って思っていました。なのでドライブ中は DJ のようになって選曲して音楽をかける係をやっていたんです。次、何系の曲にする？何聴きたい？やっぱ夏だし上がる系だよね。楽しくなって話しかけているんですが、いつも彼は何でもいいばっかり。あまりに音楽に対して反応が遅いので、私は反発して失恋ソングを連発してかけて、別れた後この曲聴いたらきっとこの瞬間懐かしく思い出すだろうねと怒って彼に投げかけると、彼はドライブ中って二人で聴いて共有できるからどんな曲でもいいんだよねと一言。当時の私は、はぁ？音楽に興味ないだけじゃん反発していたんですが、あれから13年、今の私は運転席専門になり、彼の言った言葉が少しわかるような気がします。なんであの時運転してる彼に大丈夫？とかもっと気を使った言葉をかけられなかったんだろうと後悔しています。でも彼はこれまで触れ合ったことのない音楽を知れて、それも良かったのかな。いや、でももしかして実はあの頃から私のこと嫌いになっていたのかな。とかいろいろ考えてしまいます。そんな当時のドライブでよくかけていた浜崎あゆみ。今この曲を聴く横にいる人があの時の彼じゃないことが切なく思えたり、13年経った今でも懐かしさと切なさがどっと波のように押し寄せてくるのが不思議です。あの時別れた後この曲聴いたらきっとこの瞬間懐かしく思い出すだろうね、彼に嫌味で言っちゃったけど、どうやら私がそうなっちゃっているようです。お送りしたのは浜崎あゆみモノクローム、ラジオネームポムグラネイトさんのドライブメモリーソングでした。最後ああいう楽曲なんだね。はい。すげえドキドキしたんだけど、なんか起きたんかなと思ってめちゃくちゃドキドキしたけど、やっぱ運転してる人からすると隣の人がリラックスして楽しんでくれてることがいいのかもしれないし、それに甘えることもまあ一つかもしれないですけど、やっぱり同時にある程度年齢いったら子供じゃない限りは気を使うというかね、運転してくださってる方にこう配慮するってこと、気にしたりとかってこと大事なんだなって改めて気づかされる、そんな、書き込みというか、なんて言うんですかこれ、ドライブメモリー、ドライブメモリーって言うんですね。ドライブメモリーでした。マイドライブメモリーはウェブサイトでいつでもお楽しみいただけます。
これまでの放送回と未放送分もあります。ソニーソンポの特設ページにアップされています。こちらはソニーソンポのホームページのトップページから、またはスカロケのホームページからマイドライブメモリーの特設サイトにアクセスして、ぜひ音声配信でもお楽しみください。ドライブがあなたの素敵な時間になりますように。ソニーソンポプレゼンツマイドライブメモリー、ソニーソンポの提供でお送りしました。スカイロケットカンパニー、東京 FM スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。ですね、今週今まで、ちょっと確認できているので2つ書き込みが来ております。月曜の深夜と、今日8月12日のお昼でございます。紹介させてください、はい、千葉県男性33歳、自営自由業の牛太郎さんでございます。ここ半月ほど体をねじってはもどかしげに大泣きをしていた彼ですが、ついに仰向けからうつ伏せまで行くことができました。我が家の長男もついに寝返りを成功させました。見ていた僕たち夫婦はすごいねと褒めたたえたものをつかの間、彼はそこから身動きが取れず結局大泣きしました。なんなんだこの生き物。寝返りを成功させました。牛太郎さんの息子寝返り。神奈川県女性33歳、会社員早起き苦手さん。さて本日8月12日は4ヶ月になる長女の寝返り記念日になりました。2歳のお兄ちゃんが近くでバタバタ走り回っていても気にせずぐっすり寝てしまうようなマイペースな娘、パパもお休みのタイミングで華麗な寝返りを見せてくれました。パパが休みの日を待って寝返り。今週もどこかで子供たちが寝返りを成功させています。寝返りおめでとう。 Welcome to Yellow City。 タイヤの品揃えならイエローハット、タイヤの取り付けならイエローハット、タイヤで選ぶならイエローハット。7時です。聞いてる、あなたも我が社の社員。スカイロケ、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 大使をいだけ。とはリサーチあれ。東京 FM スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。時刻は7時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。7時でお仕事終わった方々お疲れ様です。お疲れ様です。雨が降っている地域ももうかなり多くなってきていると思います。お仕事終わりでですね、傘のお忘れ物ないように、そしてですね、駅構内と滑りやすいところ増えておりますので、ぜひですね、足元にお急ぎじゃない方は少しだけいつもよりも注意を払ってですね、もうこういう時の怪我が一番意味ないですので、夏のど真ん中ですし、もったいないですからね、本当になかなか遊びには行けないかもしれないですけども、夏のギブスほど辛いものはないですから。いや本当に冬場と夏場のギブスの意味ってもう雲泥の差ですので、ぜひ皆さん、怪我のないようゆっくりお帰りください。さあここで番組からのお知らせです。
スカルケは無料のスマホアプリオーディでスピンオフ番組スカルケアフターアフター開票毎週金曜日の夕方5時に配信しています。こちらは放送後のフリートークを楽しめます。アフターアフター会議で話してほしいテーマなどもあれば書き込んでください。今週は火曜日がですねハーゲンダッツワンデーということで、うん、グランジの遠山さん、スクールオブロックロック的には遠山校長先生が来てくださってて、はい、放送に、でコーナー終わっても最後まで残って放送終わりまでいたんですよ、はい、ね、でスタジオで3人でハーゲンダッツ食べながら、うん、ほほって、いや、ね、話しましたよね。しました、しました。オーディを撮りましたよね。はい。はい、はい、はい。そのオーディの模様はですね、だから3人でアイス食いながら、本当に楽屋で喋ってるような感じで、途中から金の話になってますんで。お金？お金の話になりましたよね。はい。はい、ぜひ聞いていただき、遠山さん、そんな遠山さんなんですけども、うん、前に何のタイミングでしたっけ？アカペラでなんか歌を送ってくれたのって。本部長が夏休みの時でしたっけ？はい、夏休み、先々週に僕体調不良で休んだ時も3時間来てくれたんですけど、うん、その前の時の夏休みか春休みかなんかの時に、はい、遠山さんが来て、あれ、なんで自分で歌取ってきたんだっけ？あれは多分ホワイトデーが近かった。たんですよ。それでホワイトデーのプレゼントとして、ホワイトデーとかクリスマスで自分の歌声プレゼントする人ってちょっとやばいっすよね、はい、なんて話もしてたんです。秘書はね、あれ昔歌もらったことあるとか言ってなかったっけ？あります。はい、その時どう思ったんだっけ？うわってうわって思ったんです。リアルな恋人に歌をもらったことがあるんだよね。うわって思いましたけど、その時の遠山さんの音源ってまだあるんですか？あります。うわ、ただね、これ最後まで聞くと、うん、ちゃんと浜崎さんのことを気を使って歌ってるんですよね。そう、すごい愛のある。愛のあるんで、浜崎さんが、安室奈美恵ちゃん好きだってことも踏まえて、歌ってくれてます。どうぞ。いつの日か、I'll be there, I'll be there, I'll be there. 家で撮ってんでしょ、これ。ファンテン、ファンテン、コンソソンソン。感想のやつね。アバンケンコンポントンソロンポーン。なんて？アバンケンソンまだ行く？リンセリンファリン。2回でよかったよ。アバンケンソンファンティンファリンソン。なんて？そうやって待ってても無駄だって。確かにね。みんなわかってるけどね、自分でこれ以上行くんだと思ったんだろうね、うん、じゃあなんで待っているのかって聞かれた時に気がついた。今日はカペラやってるからね、はい、殴り合うことじゃなくて頑張ってるよ。傷つけられたくない、うずくまって我慢してるのって。遠山校長、痛そうで辛そうで後がない。でもうまいっすね。今日がうまい、うまい。終わるたび胸を撫で下ろすなんてやめよう。うん、まあうろ覚えで頑張ってる。諦めること許した。うん、頑張れ。ハローだって言えなくなるから、どこへでも続く秘書がいる。最高。いつの日か、あーいな、替え歌。 I'll be there, I'll be there, I'll be there。始まった。ホワイトデー。ホワイトデー。いつもお疲れ様ね。これからもスカロケをよろしく頼むね、秘書浜ちゃん。これをなんと当時、はい、オンエアで聞くこともなく。頭の方だけちょっと聞いて、そう。浜崎さん音源だけ持ち帰って家で一人で聞いたんでしょ。そうなんです。どう思いました？愛だって思いました。愛だ！じゃあその遠山さんへの愛を、時を経て、はい、アカペラ今日やってるから、はい、堀口さんも移住推進部の歌ってくれたし、秘書もマイク用意してもらってるし、はい、安室ちゃんで答えましょうよ。安室ちゃんで。アンサーソング。アンサーソング。何いきます？あ、じゃあ、安室ちゃんの大好きな曲、
ネバーエンドにしましょうか。いいじゃないですか。ラジオの前の秘書ファンの皆様、やってきました。浜崎美穂さんによる安室奈美恵さんで、ネバーエンドです。どうぞ。遠い未来だ、遠い国だ。カラオケ番組。遠い思いだ、くだったのスナック感。あなたとはずっと前からきっとよっ巡り合うために愛を誓った。ウーロン割りください。今までのことを全部話そう。濃いめで。明日からのことをもっと話そう。おー歌うめえなお姉ちゃん。ネーバーエンネーバーエン、私たちの未来は Never End。 いいよ出てきたよ。 Never End。 いいよ。私たちの明日は、あーやらしい服着て、本当にスケベな服着て、本当に誰でも夢を見る。数えきれない優しさが伝えてる。うわー浜崎美穂、浜崎美穂、浜崎美穂、イエーイイエーイ。富山さんに捧げましたアンサーソングでした。いやー本当スナック感がすごかったです。ありがとうございます。出ましたスナック感、ね、ちょっとセクシーなシースルー的なですね洋服を着てですね、チーママ的な、ぜひツイッターの方でですね秘書がですね頑張ったな、スケスケの服で歌う安室ちゃんの様子を見てもらえたらなと思います。さあということで、スカロケ一番絞り、やっぱりビールは美味しい、嬉しい、キリン一番絞りの提供でお送りします。この時間は曜日代わりでスカロケの一番絞りのコーナーをお届けしていきます。木曜日は本家一番カラオケ。今の気持ちを曲に乗せて歌の一番だけ歌っていただく一番カラオケ。そもそもこのコーナーがあって派生して今日やってるんですよ、はい、リスナーさんに電話をつないでアカペラで一番を歌い切れるかどうかにチャレンジしていただきます。はい。あまりにひどい場合は鐘の音で強制終了ということもございます。厳しい。出演してくださった方にはここではキリン一番絞り 350ml 缶ワンケース24本入りをプレゼントします。それでは行きましょう。一番カラオケ今日歌っていただくのは誰でしょうか。もしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。ラジオネーム教えてください。カネヤンと申します。カネヤンさん。カネヤンさんは東京っすか。はい、あそうです。カネヤンさんおいくつでしょうか。26です。26歳。カネヤンさんはスカロケはいつから聞いてくれてんすか。はい、3年くらい前だと思います。何をきっかけに。旦那さんが教えてくれて。あ、ご結婚なさっていて。あ、そうです、旦那さんがじゃあ車とか なんか仕事の移動で聞くようになったんですかね。そうみたいです。はい。それで奥様であるカネヤンさんに、教えて、はい、でカネヤンさんも聞き始めてくれたと。そうです。はい。長いお付き合いになりました。ありがとうございます。はい、どうもどうも。え、今日はじゃあ家には旦那さんいらっしゃるんですか。ですね、ちょっと複雑なちょっと事情がありまして。はい。メールを送らせていただいたときには、こう、出張している予定でして。ああ、この書き込みもらったときは、うんうん、はいはいはい。そうなんです。で、こう、出張先で、こう、いきなり私の、こう、声が聞こえたら面白いかなと思って。なるほど。はい、応募したんですけども、はい、ちょっと、いろんな事情があって、急遽予定が変わって、こう、すぐに戻って、家にいることになったんですね。今、出張っていろいろな事情もありますもんね。デリケートな、はいはい。はい。で、いや、これまたちょっと黙ってて、突然私が電話を取ったら面白いかなと思って、うん、
いたところさっきバチボコに喧嘩しまして。バチボコしてんじゃないよ。こんなタイミングで。そうなんですよ。でちょっとなんかご飯食べてくるからみたいな感じでちょっと外行っちゃって。違う、これ分かった。結局カネヤンさんサプライズで届けたいからこのこと言わないでいろいろ会話してる上で、はい、摩擦出ちゃったってことですね。と摩擦っちゃいましたかね。いやだから本当だったらこれがあるから家にいてほしいなとかご飯ちょっと待ってとかって言えればよかったんだけど、うんうん、それを言わずにいろいろ話して進めていく上で、うんうんうん、ちょっとね行き違いが出ちゃって旦那さん怒っちゃって外出ちゃった。そうなんですよ。やっぱりなんかちょっとコロナのやっぱこととかで予定がすごい急に変わってしまったりして全然、うんうんうんね、誰が悪いわけじゃないんですけど私もすごいやっぱイライラしちゃって、うんうん、ちょっと良くなかったかなという感じなんですけども、これさ本来はさ出張中の旦那さん喜ばせるために。そうなんですよ。元気づけたくて歌いたかった歌じゃないですか。そうなんですよ。それが結果さ今さもうただただ喧嘩してさ出てった旦那さん、これ歌わなくていいんじゃないの。もういやきっと聞いてると思うのでどこかで聞いてるから、はい、喧嘩した後ラジオいやでも日課にこうなってるのでおそらく聞いてると思うんですよね。聞いててほしいですね。はい。それじゃあ仲直りの意味も込めて励ましの意味も込めて、はい、愛を込めて歌を歌うでよろしいですか。はい、はい、ちょっとそういう感じの選曲じゃないんですけど。え選曲何なの。TM レボリューションホットリミットです。ああそうか、元気づけたいだけで選んじゃったからな。そうなんですよ。喧嘩の後に風吹かれてもないやでもあいつバカしてるなと思って、ちょっとバカらしいなと思って戻ってきてもらえたらと思います。あいつバカしてるなってバカしてる方は絶対期待しちゃいけないことだけど。そうか。あそっかてへーじゃないよ本当。いやでも可愛い奥様。本当。はい、歌いますけど今から。はい。吐きそうです。吐きそうです、はい、いいですね。緊張が高まってますけども、はいはい、歌う前、後からいいかなと思ったけどやっぱり歌う前にどうしても言葉だけ聞かせてください。はい。旦那様愛してますか、はい、恥ずかしいラジオネームカネヤンさん、喧嘩してバチボコに旦那さん外に出てますけども仲がいい頃、はい、いいからこその喧嘩だと思いますし大好きだから今日もここに送ってくれてると思います、うん、旦那様、はい、愛してますか。愛してます。愛してます。ささやきでいただきました。それでは行きましょう。ラジオネームカネヤンさんによる一番カラオケ歌っていただくのは愛する旦那様に向けて TM レボリューションでホットリミット。妖精なか胸を刺激する。チョイスミスだな。生意気魅惑の豆色。チョイスミス。出すとこ出せたわわいなあた。出すとこ出してんじゃないよ。物の恋はやれそうかい。そうかい。じゃあいいじゃん。風ボア。ごまかし聞かない次の曲線は確信反応しなやかなさい。大水星の気持ちに切り替わる瞬間の眩しさはいかがなもの。心まで抜かされる熱い風の誘惑に負けちゃって構わないから真夏は不祥事も君次第で妖精たちが夏を刺激する生し魅惑の豆色出すとこ出してたわわになったら出すとこ出してんじゃないよ。本物の恋ができそうかい。イエーイ俺旦那だったら仕方ねえなで帰ってくるわあーよかった。かわいいなってなっちゃうわ。旦那さんおいくつ。年上なんですよ。10個くらい離れてて。おー。はあ、でも年とか関係なしに喧嘩ができるっていうこともいいことですし、はい、喧嘩しなきゃしない方がいいですけども、はい、やっぱり仲直りできるのであればたまにはね自分の気持ちをやっぱりね僕本当に思うんですけど、そもそもの家族以外の人に自分の感情をぶつけて喧嘩するとかってなかなか友達同士でも難しいことありますよ。うんね、やっぱり
その自分の本当の気持ちを言える相手がお互いいるってこんな素敵なことないと思うんですよ。そうか。そうですよ。であとは仲直りさえあれば喧嘩してもいいんだと思うんですよ、はい、俺。でね、今の歌声聞いたらもう許しちゃうです、何でも。本当ですか？うん。だってね、ちょっと滑稽でしたもん。あれ？面白かったですよ。やっぱこう、話の流れから曲が全然合ってなくて。いや、そうなんですよ。そうなん、ね、なんで変更のお申し出しなかった？そういう選択肢もあったんですね。あったよ。もしさ、もし選択、変更が可能だったら何歌ってました？うん、喧嘩した後で。ドナドナとかですかね。なんでだよ。どこ連れてかれんだよ、旦那。そうか。何を言ってんのよ。寂しい歌よ、本当に。ラブラブラブとかにしときなさいよ、なんかわかんないけど。あ、確かに。そっちだったか。どうですか？実際歌ってみて、でも。あ、でも、楽しく歌えました。いや、最高です。聴いてるこちらも楽しい気分になりました。やったー！やったー！ありがとうございます。最後になりますけども、リスナーさんでもいいです。僕たちでもいいです。そして、旦那さんでもいいです。何かメッセージあれば。はい。ちょっと辛い世の中ですが、最低のことはどうにかなります。みんな、周りと支え合って乗り切っていきましょう。そして、旦那さん。すまんかった。すまんかった。一緒に乾杯しよう。一緒に現役スペシャルで乾杯しよう。最高。すまんかったって久しぶりに聞いたわ。俺さ、この間なんかで浜崎さんにすまんって送ったけど、すまんって送った自分がすまんって最近言わんよな、誰もと。じゃないですよ。26歳。出身どこなの？東京です。東京なんだ。なるほど。面白い。ありがとうございました。ありがとうございました。最高。あー、最高。スカルケ一番絞り一番カラオケでは歌っていただける方を募集しています。スカルケットカンパニーの公式ウェブサイト、ツイッターからアクセスしてください。出演していただいた方にはキリン一番絞り 350ml 缶24本入りプレゼントします。ご応募いただく際はアーティスト名と歌う曲名も書いて送ってください。たくさんのエントリーお待ちしています。そして毎週日曜日午後3時50分から私浜崎美穂がお送りしているキリン全国パーソナリティこれが私のこだわりリレー、こちらもぜひ聞いてください。お楽しみに。スカロケ一番絞り、やっぱりビールは美味しい嬉しい、キリン一番絞りの提供でお送りしました。ここで東京 FM からのお知らせです。元キャンディーズの伊藤蘭さん待望のコンサートツアー、リサイドユー&ファンファンキャンディーズ、10月28日木曜日、29日金曜日に開催される中野サンプラザ公演の大反響を受け、特別追加公演の開催が決定いたしました。追加公演は9月26日日曜日、会場はなんとキャンディーズが1977年7月17日に解散宣言をした日比谷野外音楽堂での開催となります。衝撃の解散宣言から44年、ついにこの日がやってきました。伊藤蘭さんのオリジナル曲とキャンディーズソングで満載でお送りする伊藤蘭スペシャル野音公演、9月26日日曜日午後5時開演です。本日東京 FM ではチケットの特別予約を実施中です。詳細は東京 FM のトップページから特設バナーをクリックしてください。Skyrocket Company。 東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。曲の途中で載っておりますが、毎日かけさせていただいております。今月のスカレコ社員の歌です。どっかでまたゆっくりフルでもかけたいなと思っておりますし、とっても素敵な楽曲だなと毎日聴きながら思っております。ムームーンで君の隣太陽の下で。さあ、ということで今日はこちら、一番カラオケスペシャル案件、
あなたの歌声を聞かせて。さあ、先ほどは一番絞りのコーナー内でやらせていただきましたが、今日はそこから派生して3時間やっております。さあ、7時台もいけるだけ行ってみましょう。誰なんでしょうか。もしもし、つながってる。もしもし、こんばんは。こんばんは。スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。ラジオネーム教えてください。サンキュー39です。サンキュー39さん、よろしくお願いします。お願いします。39歳ですか。41です。登録した時が39でした。ひょっとして39がラッキーナンバーなんですよ。39からのラッキューになりましたね。はい、サンキューということでございまして。うん、今日はお仕事でしたか。今日は仕事だったんですけど、はい、在宅で、はい、で終わって、うん、今は家族でゆっくりしてました。あ、ご家族いらっしゃる。います。皆さん今日は結構、前はね結構独身の方も多かったけど、はい、今回ご家族いる方が多いですけども、うん、家族構成どういった感じでしょうか。今は妻と息子と娘がいます。はい、息子さんおいくつですか。今11で。11歳。実はあさって誕生日なんです。わあれ、これじゃあ歌はもしかしてそれ関係あります。関係ないですか。関係ないです。関係ない。ごめん息子。でもおめでとう。あとで、うん、そうそう、うん、気持ち入れてね。うん、娘さんはおいくつですか。娘は今9歳です。9歳。あ、お二人とも結構大きいですね。今小学校でちょうど夏休み中で、はい、宿題頑張ってます。宿題頑張ってる中、お父様はラジオでカラオケを歌うというそうですで、さっきは子供たちがアルプス一万尺歌ってくれましたけども、8歳と5歳だったんですけど、うん、もう11歳と9歳になったらカラオケ上手いか下手かは分かるわけじゃないですか。歌が上手いか下手か分かりますね。分かりますよね。これ結構プレッシャーですよ、お父さん的には。そうですね、ちょっと緊張してますけど、はい、夏休みのなんか一つの思い出として記憶に残ってもらえれば嬉しいなと思って応募しました。ぜひ。なかなか家族旅行も行きづらい時だと思いますので、ラジオを使ってですね、夏の思い出一つでも作っていただけたらなと思います。今日歌っていただくのは何なんでしょうか。今日エントリーさせてもらうのは米米クラブのロマン飛行です。いいじゃないですか。旅行の CM だった気がしますし、これ曲が発表されたのも、はい、旅行行けない分ね、旅行気分でということで、ロマン飛行、家族旅行、いつか行ける時に行くぞという気持ちも込めて、ぜひ歌っていただけたらなと思いますが、奥様とお子さんたちは今どちらで聞いてる、はい、聞いてないんですか。そもそも今息子と娘が隣にいます。隣にいるパターン。すぐ近くに。歌う人が玄関に行ったりしないパターン。うん、わかりました。ちょっとじゃあ緊張も高鳴ってるとこだと思いますが、準備よろしいでしょうか。はい、頑張ります。わかりました。それではですね、誕生日の近い息子さんへのおめでとうの気持ちも込めながら、そしていつか家族旅行に行ける日がまた来ることを祈りながら歌っていただきましょう。ラジオネームサンキュー39さんに、夜米米クラブでロマン飛行です。会いたいと思うことが何よりも大切だよ。苦しさの裏側にあることに目を向けて、hey! 夢を見てよ。どんな時でも全てはそこから始まる。来た来た。あずさ、来たよ。君と出会ってからいくつもの夜を語り明かした。はち切れるほど My dream トランク一つだけでロマン飛行へ In the sky 飛び回れこの My heart Whoa Whoa Whoa。 どうだい子供たち。いえ、あ、拍手が子供たちから、子供たちから拍手が、勝利のパチパチが聞こえました。ハチ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 パチ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 。さあ、まずは息子さんに代わってください。可
わってくれるかな。もしもし、こんばんは、はい、こんばんは。どうだったお父さんの歌声。いや、すごく良かったです。うわすごくかわいい。かわいすぎる。もしよかったら名前教えて。さくま翼です。翼、フルネームありがとう。さくま、翼くん、翼くん、はい、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。12歳になるの。はい。どんな12歳に1年にしたいですか。うん、いや、もう小学校生活も最後なんで、うん、食いないように過ごしたいです。食いないように。いろいろコロナで大変かもしれないけども、楽しいこといっぱい作って見つけて暴れちゃってね。はい、ありがとう。じゃあ妹に買って。はい、うん、うん、こんばんは。こんばんは。無理やりごめんね。お父さんの歌声どうでしたか。すごく良かったです。ちょっと笑いながら。すごく良かった。お父さん、お家で歌ったりとか一緒にカラオケ行ったりっていうことはありますか。カラオケ行ったりは最近ないんですけど、家で一緒に歌とか歌ってます。あ、家で一緒に歌とか歌ってるということです。お父さん好きですか。はい。はい、ということでございます。ありがとうね。ありがとう。お父さん。はい。娘さんも息子さんも上手だったと。うん、はい、どうですか今歌い終わって。いや、夏休みの思い出の一つとして残れたことが幸せです。そして本当に上手でした。うん、ありがとうございます。緊張はほぐれてきましたか。今ほぐれました。今ほぐれました。ありがとうございます。まだまだ夏休み続くと思いますし、難しい日々が続くと思いますけども、素敵な2021年の夏をご家族でお過ごしください。うん、ありがとうございます。最後になります、何か言いたいこと、伝えたいこと、メッセージ等あればどうぞお願いいたします。いや、いつも楽しく聞かせてもらってます。エネルギーにもなってますし、まだこんな時代だからこそ様々な思いを持って、思いを形にまた一緒に頑張りたいです。ありがとうございます。あの、本当にいろいろなことがあるんで、一緒に頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そう、次行く。え、もう繋がってる。え、もしもーし。もしもし。早い。スカイロケットカンパニーの本部長、万保八代です。秘書の浜崎美穂です。ラジオネーム教えてください。サルがサルとソルトと言います。あっと、早口言葉みたいな。猿が猿とソルトさん。はい、はい、はい、東京っすか。東京です。おいくつですか。16です。16歳。10代。はい。高校1年2年。1年。高校1年生。高校どうよ、始まって1学期終わったけど。そうですね、勉強がなかなか大変です。割と進学校。あ、そんな感じです。私は進学校に、行きましてですね、春休みの宿題でちょっとつまずいてですね、1学期で完全にぶっ倒れましてですね、そこからついていけなくて、3年生の時には320人中320位という成績を叩いたことがございます。おいいか、ソルト。はい、今だぞ。今踏ん張れよ。はい、頑張ります。はい。何が教科的には一番手こずってる。数学ですね。俺数学で、俺数学なんだよ。俺数学でやったのよ。足、足 1A かない。踏ん張れよ。あの、うん、時には中学の3年生ぐらいまでの教科書戻って基礎叩き込むことも大事だよ。はい。あの、先ばっか来るじゃん、どんどんすごい速度で。うん、なんかすごい難しいのが来るじゃん。で、宿題なんかどんどん来るじゃん。一回急がば回れで、一回中二中三の公式戻るの大事だよ。はい。うん。ちょっと今終わったらやってみます。うん、いや、マジで応援してるわ、勉強に関しては。ありがとうございます。うん。それ以外はどう、学校の調子は。そうですね、あの、緊急事態宣言とかで部活もあんまりできてない感じで。悔しいね、ちょっとね。今日悔しいですね。もどかしいけども、じゃあ今日はラジオで、はい、あの、ちょっとこの夏の思い出を作ってほしいんだけど。はい。スクールオブロックじゃなくてよかったの。ああ、よかったです。スクールオブロックは聞いてんの。あ、聞いてます聞いてます。あ、聞きながら。
きながら、そうですね。スクール、失礼、スクールオブロックの方がやっぱ、いろいろ書き込んでも倍率高いから、こっちだったら通るだろうみたいな感じ？それも若干。それも若干あるんか。若干あるけど、まあ、スクールオブロックであんまり歌うとかそういう機会が、あんまりないんで。あんまないよな、そらな。あんまないいや、でも嬉しい。両方聞いてくれてて嬉しいし、こっちでね、やっぱりその、中学生も含めて小学生もそうだけども、高校生なんかもね、どういう風に過ごしてるかなって話を、僕たち社会人もね、やっぱり聞かなきゃいけないことだと思うから、教えてくれてありがとうね。はい。こちらこそありがとうございます。で、この後、交通情報などあって改めて歌っていただくんだけど、はい。何歌ってくれんの、今日は。そう、玉置浩二さんの田園です。大好き、夏ぴったりだし、なんで玉置浩二さん好きになったの？よく私の父がよく 車で流してて、お父さんが車 で、そうです、自然に覚えちゃって、なんかドライブメモリーの方まで網羅してくれてありがとうな助かるよ、ありがとう、助かるよ嬉しいなーっつってねじゃあちょっと喉の方開けといてね、はい、うん、じゃあ後ほど、はい、よろしくお願いします。スカイロケットカンパニー、ソルト、もしもし。もし。さあ、電話のつながってます。お待たせしました、ありがとうね。はい。それではですね、もう行ってもらいましょうということで、これはどんな気持ちで歌います？田園、玉置浩二さんの。そうです、とりあえず上手に、上手じゃなくてもいいので、うん、歌い、そうね。気持ちよくね。気持ちよく歌いたい。もう上手くても下手でもそんなの関係ないんで、楽しんじゃってほしいなと思います。はい。ガンガンガン。ガンガンガン。ガンガンガン。ソルト。ガンガンガン。こう、あれ。最初のやつか。そう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 。あ、もう大丈夫。あ、ごめん。ごめん、余計なことやろうとして。それではね、心の準備大丈夫ですか？はい。それでは行きましょう。ですね、東京都です。16歳、高校1年生です。猿が猿とソルト君によるですね、玉置浩二さんで田園です。どうぞ！石黒く飛ばし、夕日で泣いた僕。急に来たね、いいよ。あれ？夜空見上げて星に乗ってた君、つぶやくようにね、いいよ。油にまみれてたまり込んだあいつ、ガガガガ。仕事をぼらしてポーズでつくあの子、ガ。何もできないで、誰もつけないで、悲しみ一つも癒せないで、隠してないで、やるもんだけで、毎日何かを大声出せないとこか、生きていくんだ、大声出せないとこか、そこ部屋だろ、それでもその手を離さない、何でイエイ、僕がいるんだ、イエイ、みんないる、親に怒られんのか、あれを取りやる、君はどこへも行けない、イエーイ、イエーイ、イエーイ、ガン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 、大きな声出せないところで歌ってくれてありがとうな。すいません、こっちも中にいたんです。初めさ、その田園っぽくさ、イエスクルケートーバーシーってそのつぶやくように、そう、演出で歌ってんのかと思ったら、サビ入ってもさ、大きい声出さない感じでさ、あれ、これごめんな、環境的にと思ったんだけど、今どこだったの？部屋なんですけど、妹が塾のリモート授業中で、あんまりごめん、先に聞いとけよかったっていうかさ、どっか行けよなんかさ、トイレ入ってやるとかさ、公園行くとかやれよ、トーンかぶ、まあでも雨だからな、そうですね、雨ですって言って、ごめんな、そうだな、雨の中ラジオのためにちょっと、妹、リモートの塾中だったか。よかった、お兄ちゃん。アマゾンギフト券3000送るからさ、妹にもなんか買ってあげてくれ。はい。どうだった、歌ってみて。そうですね。気
気持ちよかったです。それが何より、うん、何より。そしてね、まだ残り3週間ぐらい夏休みあるだろうから、勉強しながらも一、はい、つでも多く夏らしいこと楽しんでね。はい、ありがとう。ありがとうございました。来たぞ、ガンガン。ソルト、ソルト、はい、ガンガン、ガンガン、ソルト、ホムチョー、妹塾頑張れよ。ソルト愛してるよ。東京FM オリン生放送スカイロケットカンパニー。この後8時からは手島千尋アナウンサーの岡田さん、中野信子さんのニュースサピエンスです。引き続き東京FMでお楽しみください。メール区分にタンポポタフアイス、いやー、一応外しちゃって途方に暮れるあの子。浜崎さん、今日の感想お願い。皆さん、一番カラオケいかがでしたか？思いっきり大きい声で歌を歌うと気持ちいいですよ。この夏、ぜひお家でも楽しんでみてください。生きていくんだ、それでいい。波に巻き込まれ、風に飛ばされて、あれ、その目をつぶらないで、僕がいるんだ、みんないるんだ、そうして君がいる、他に何ができる、生きていくんだ。今週もスカイロケットカンパニー、皆さんありがとうございました。思っていろいろ大変だと思いますけども、来週のスカイロケットカンパニーもぜひ聴いていただけたらなと思っております。玉置浩二さんの名曲、夏を感じさせる田園でございます。16歳の少年ソルトから引き継いで、私マンゴーヤシロが歌わせていただきました。ガン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 。もう今日の放送を聞いて、ああ、この番組夕方何かしながら聞きづらいなと思った皆さん、お許し願いたい。今日だけでございます。まだまだ夏は終わりません。皆さん、夏楽しんでいただけたらなと思っております。スカロケができることを来週以降も探っていけたらなということで、来週はなんと浜崎美穂さんがやりたがっていた盆踊り大会をやる予定でございます。それでは本部長、今日も一日お疲れ様です。